2023年11月1日水曜日プロ野球 SMBC 日本シリーズ2023第4戦阪神対オリックスアット阪神甲子園球場大手をかけたいオリックスと地元での連敗を避けたい阪神両者の思惑がぶつかった日本シリーズ第4戦はシーソーゲームの末4対3で阪神がさよなら勝利を収めた先制したのは阪神1回裏 阪神は先頭打者の近本幸二、28、がレフト前ヒットで出塁すると、続く中野拓夢、27、が初球で送りバントを決めて一し二塁というチャンスを作る。3番の森下翔太、23、がオリックス先発の山崎幸也、31、が投じた外角低めのフォークを叩いてフェンス直撃のタイムリーツーベースヒット。阪神が1点をもぎ取った。 しかし2回表、オリックスは先頭のトングー・ユーマ、26、がセンターへフェンス直撃のスリーベースヒットを放っていきなりチャンスメイクをする。6番打者の紅林光太郎、21、が阪神先発の佐伯広と、24、が投じた151キロのストレートを打ち返して、ライト前へタイムリーヒット。あっという間に1対1の同点とした。追いつかれた阪神は2回裏、 西から木南聖や29、が内野安打で出塁し、続く佐伯広と、24、が死球を選んで1、2塁のチャンスを作ると、近本が山崎のストレートを逆らわずに流して、勝ち越しのタイムリーヒット。さらに5回裏には大山裕介、28、の内野ゴロの間に1点を追加して、3、1とした。そして7回表、オリックスは先頭打者の広岡大使、 26がエラーで出塁すると、代打で登場したセデーニョ。25がレフト前ヒットと続き、1番の中川圭太。27が送りバントを決めて1死2三塁という一打同点のチャンスを作ると、打席は第3戦でも2点タイムリーヒットを放っているそういうま。27。胸は霧式たく二24。 が真ん中低めに投じた150キロのストレートをきれいに弾き返すと、打球は二遊間を抜ける2点タイムリーヒットに。これでオリックスは3対3に追いついた。その後、阪神は7回裏、オリックスは8回表にそれぞれ勝ち越しのチャンスを作るが、オリックスは小木田敦也、25、が踏ん張った。阪神は石井大地、26、島本博也、30、 湯浅京オノレ、24、の細かい系投策で切り抜けた。試合が動いたのは9回裏、阪神は近本が死球で出塁すると、続く中野の打席でバッテリーエラーが2度起こり、近本が3塁へ進塁。一気にピンチになると、オリックスの中島聡監督は中野、森下を2者連続で申告敬遠。一4万塁としたところで打席には4番の大山祐介、28、 が入った。ここまで4打数ノーヒットだった大山だが、オリックスの6番手投手、ワゲスパック、29、の変化球攻めに対応し、フルカウントからレフト前ヒットを放ち、さよなら勝利とした。1、中、近本孝二二二中野拓夢。3、二森下翔太。4、1、大山雄介。五左、ノイジー。6、2、 佐藤輝明。7保、坂本聖志郎。8優、木並誠也。9投げ、佐伯宏と近本浩二。2 2中野拓夢。3 2 2森下翔太。4 1大山祐介。5左、ノイジー。6 2佐藤輝明。7保、坂本聖志郎。8優、木並誠也。9投げ、 佐伯広人オリックススターティングメンバー、1、中、中川啓太、2、3、総優馬、3、保、森友也、4、1、頓宮優馬、5、2、ゴンザレス、6、優、紅林光太郎、7、2、2、野口友也、8、左、広岡大志、9、投げ、山崎幸也、